ここに興味を持って入っていった時に、で日本が持ってるもんなんだろう、足りないのはなんだなんとかな、そういうことを考えていく入り口としてはすごい確かに。あの本田さんがさっきほら勉強あんまり好きじゃなかったとか言ってたけど、でも勉強に投資するっていうのは結局日本の場合にはなんかその日本の中でパイを獲得するっていうかな、例えば日本の中でいい企業に入るとか、そういうことだから、必ずしもそれグローバルを見たスタートアップ投資としてはしょぼいってこともあるよね、日本のその勉強をやるっていうのはね。 なんか田口さん勉強小さい頃から好きでした？僕は大嫌いですね、ほとんど同じ感じだと思います。算数数学発展とかそういう感じです、そのいやなんか、あの僕も今になって好きになったんで、これ高校がなんか日本の教育の本質だと思っていまして、今好きになった理由は何、やっぱり必要だと思って、いやというよりも勉強って楽しいもんじゃないですか。そうそうそう、あ本来ね。でも勉強を嫌いにさせてんのは日本の教育のせいなんですよ、意味も分からず漢字ドリル渡して、やれって、ね、いや漢字ドリルあれおかしいんですよ、同じ漢字何回も書くんですよ。でも科学的に分かってんすよ、割と同じ単語を毎日見てる方が、1個見てる方が覚えていくわけじゃないですか、だから割と浅く大量の単語に出会ってる方がええ単語だと覚えるわけですよ、それなのになんかこう我が一つの単語を何々ってやっても別にもう1週間後は忘れてるわけですよ、それであれば絶対この漢字ドリル間違ってるのに、まだ未だに形変えてないわけですよね、まあ、科学的ではないんだね。しかも何を鍛えてるか、子供のメンタルを鍛えて、それやったら漢字覚えるの練習じゃないと、嫌なことをやらせる宿題であるって言ってくれたら僕親としてめっちゃ納得感あるんですよ、それなのに漢字覚えるためにって言ってこの漢字ドリル渡されるから納得感いかないし、子供も嫌がってるし、誰にとって何のメリットがあるのか分かんないですよ、そこじゃないですか。いやいや、まあ、それやったら、いやさっきの話じゃないですけど、スタートアップ投資はそれやったら、なんかそのお金のことをちょっと勉強させてですね、今世の中ってこんなんだよと、でなんで君たちがいるかって、先人がいて日本が戦争してこんな風になって、なんか日本今すごくなって、なんか今日本では平和で戦争もなく、なんかロシアとウクライナは戦争してるけど、今日本のみんながこんな風に楽しく生きられてるのはこんな感じであるからだよと、でそれをひっくるめながら経済がどういう風に回ってるのかみたいな、お金も交えながら話しながら、あ世の中には会社っていうものがあるんだみたいな、でみんながやってるゲームっていうのはね、任天堂っていう会社がねみたいなところから、あそうなんだって言ったら、みんなもうみんな任天堂調べ始めて、まずじゃあ今日もう学校の第一校目はもう任天堂から紐解こうみたいな、じゃあそれはもうゲームみんな楽しいでしょ、じゃあそっからじゃあでも任天堂になる前、あこれほどの会社になるには一からがあるんだよって、花札作ってたとかな、そういきなりね資本政策みたいなことやらなあかんねんぞって、一人の男が立ち上がって作るところから始まるんだよ、君の人生さあどうするみたいな話が、多分今僕と田水さんが言ったもう競技を見極めて、陸上とサッカーっていう世界ですけど、人生っていうわけで見たら、じゃあお前どういうキャリア歩むねんっていう話かなっていう、いや今でもさ、本田圭佑が本気出した時のこのなんか身振り手振りの勢いすごい、出ましたね、今見ましたよ、ついにこれを試合の時ピッチの上でやってたんだなと思って、すいません、周り見なくなるんで、いやこの気合の入り方すごい、今良かったよね、いや素晴らしい、やっぱりだから、あの一つ、まあでもいろんな国に行かれて、特にヨーロッパじゃないとこも行ってるわけじゃないですか、アメリカ、ヨーロッパ、そうすると、なんか安全自体がそんなにちゃんと担保されてなかったりするんですよ、というかね、で、まず生き残るがあって、勝利があってっていう、なんかこのどうやって生き残るのかみたいなところはちょっとやっぱり日本は、まあ、サバイバルな、弱いですよね、で生き残るためにずっと先を考えて、自分が立ってるこの基盤がそもそもなくなっちゃうかもしれないっていう感じもあんまないじゃないですか、だから中国の人の方が意外とそこで見てるね、だから自分がいつかやっぱりちょっと脱出プランとかやっぱりちょっと考えてますもんね、エグゼットストラテジーね、Please follow it! Follow it!